このドレスは青と黒、白と金、どっちに見える？どう見ても青と黒にしか見えないんだが。どう見ても白と金、青はまあ許せるが黒は絶対にない。白と金じゃないの？青黒。青と黒だろどう見ても。これ昔は頭の中をスイッチすると切り替えられたわ。どっちでもいける。日陰と見るか日向と見るか。どこに青があるんだよ。青にしか見えない。白と金に見えるけどこれが何なの？白と金だろどう見ても。黒の要素が皆無。どうやっても黒には見えない。白金に見える方が多かったんだっけ？マジレスすると青と金にしか見えない。青と金、白と金、これは光の具合で見え方変わるから間違えるのわかる。でも黒はないわ。影の部分や背景に黒があるのに。青黒だろ上皇。この画像の色を抽出したら絶対白金だって。白とか言ってるやつ色盲か？青黒だろ。黒だけはありえない。携帯ぶっ壊れてるのか？白と金にしか見えないぞ。どこに黒があるんだよ。まあ青黒とか白金とか言ってもそれぞれの認識がまた違うからね。黒って言ってるやつはマジで真っ黒だとは思ってないでしょ。逆に白って言ってるやつも真っ白とは思ってないわけで。この画像だけはマジで毎回青黒に見えない。青黒派が多いと聞いて衝撃を受けた。なんで人によって白金に見えるんだ。つーか、どこが白なんだ。要はちょっと暗いとこの白ならこんな感じってことでしょう。別に真っ白に見えてるわけじゃないでしょ。周りめっちゃ明るくね。明るいと認識したら白っぽくは見えないんだろう。向こう側から光源が強く当たってるみたいな認識なら白っぽく見えるかもね。どう見てもただの逆光じゃん。みんなどっちかにしか見えないの？やろうと思ったら見える色変えられるんだけど。自分も同じだ。色が高速で切り替わって気持ち悪い。右上が白飛びするほど明るいから白と金には見えないんだよな。背景映ってればそう見える可能性もあるが。俺は色の認識の仕方が人と違うのかもな。だから話題になったんだってばよ。はい。青と黒の服の画像なんだけど、これが人によっては金とかに見えるの？白要素どこだよ。これが正解な。白とかねえよ。白金に見えてるやつの意見もなんとなく理解できるけど逆張りだろとしか言えん。白金にしか見えないけど、青はまだなんとなく青といえばまあ青といえなくもないかくらいにはなってきたけど、黒だけは見えない。青黒の方が逆張りだろと思ってしまうよ。これで解決やね。なるほどな。わいは信じないぞ。これって正面から光当ててるから違和感あるんよな。どうやっても青黒にしか見えないわ。一度白金に見えてみたい。いつぞやビップで貼られてたやつ、これわかりやすかった。今までどうあがいても白金にしか見えなかったけど、これのおかげで納得した。まあ結局錯覚の話なんだよな。